皆様、こんばんは。カズチューブです。さて、皆様のコメントをご紹介するバージョンでございますが、先日、この投稿にね、そんな読まなくていいじゃんっていう、そんなメッセージもありましたが、そうかなと思いながら、それじゃあ見なきゃいいじゃんと思いながらね、私は皆さんのコメントをご紹介していこうかと思っております。今日もランダムで初見で読むんで、どんな意見が飛び出すか分かりませんが、お送りしてまいりますね。赤と牛さんですが、スピノーザを若月くんがうまくリードしていただけに残念な結果になってしまいました。いろいろと思うところはありますが、明日からも元気にテレビの前で応援しますということ。ありがとうございます。よろしくね、応援してください。 C ちゃんさんは現地三塁側内野席からの映像を貼ってくださいました。画像を貼ってくださいました。初戦は負け方でした。現地からの観戦です。なかなかチャンスが作れず、8回のチャンス生かしてほしかったですね。明日は外野から応援します。明日こそ連敗ストップをということで、よろしくね、本当に、ありがとうございます。それから牛松さんは現地でした。ありがとうございます。現状のオリックスの現状が詰まった試合だったと思いますと。なるほどね。明日からの奮起に期待するしかないですねということ。笹の葉さん、エスピノーザは悪くなかったですよ。今のオリックスだと先発が完封しないと勝てないような試合が続いています。打線は相変わらずですということ。なるほどね。それからしげやんさん、大前さんまた負けました。明日はおタジ、もう開き直って全力投球してほしいということね。ワイラはワイラもワイラいいですね、関西弁。ワイラも、最後まで諦めずに全力応援ですわということ。ありがとうございます。それからよりよりメタルさんは、お現地かな。行く試合行く試合全然勝てません。いや、あなたのせいじゃないですよ、そんなのはね。どうしたらよいでしょうか。ハマスターは好きな球場の一つ、レフトスタンドからのね、写真貼ってくださいました。そこでみんな怪我なく元気に試合しているのを見られただけでも今日は良しとします。6連戦、観戦予定なので、あすごいね、この後東京ドームまで、ありがとう。明日からも声からして応援頑張りますということ。本当に頭が下がります。ありがとうございます。七子さんも現地の写真、三塁側内野席、ポンタに必勝の鉢巻きを、ね、つけてくれた、まあ、そんな写真を貼ってくださいましたが、オリックスさんようこそ横浜へということで、今日は現地でした。ヒットは打ててもチャンスで打てない。投手陣の頑張りにそろそろ打線が応えてほしいですということ。おっしゃる通りです。本当ありがとうございます。それからちょっと待って、これ誰かな。白崎さん、1点では吉野部さんの去年の防御率でもよくて同点です。そうだ ね、よくて同点だね。明日は3点ぐらいは攻めて取ってほしいです。お疲れ様でしたということ。なるほどね。それからユーミンパパさんは、お前さん選手を切り替えてやっているんだと思いますが、結果がついてきませんね。打撃陣にしっかりとしてほしい、しっかりしてほしいと思います。明日こそ連敗脱出を期待しますということ。ありがとうございます。それからこれは東京だってオリックス好きさん、お疲れ様です。負け方は元気が出ません。勝ちが見たいです。しかし私はオリックスが大好きです。ありがとう。だから明日も応援頑張りますということ。みんなね、そうやって頑張って前向いて応援してくださってるんだ。選手もみんなその気持ちでやってるんでね、なんとかね、本当そうなってほしいね。はい。それからこれは誰、タカさん、お疲れ様です。なんとか打破したいですね。故障者がぼちぼちと戻ってきてほしいですね。お疲れ様でした。今日でもカスティーヨがまた腰痛で登録抹消でしょ。ねえ、どうなるんだろう本当にね。
それからマリ姫さんはずっと同じ傾向ですねということね。1点入ってももう一喜一憂がしません。今の打線で DH なしは厳しいと思います。ああそれは言えてるな。 DH 今使えないんで余計ね辛いわね。相手も同じ条件だとはいえね、そうだね。藤井ちゃんです、いい時も悪い時もやってくれって、期待します。我慢の時から解放される日まで。さあそんな日はやってくるんでしょうか。ありがとうございます。それから、住吉太郎さん、福岡での実況お疲れ様でした、明日はやってくれると信じて横浜へ念力を送ります。いいですね。降り立ちが浜でどんどん打ちまくりますようにということで念を送ってください。ありがとうございます。はいね、負けてもたくさんくださるんで本当ありがとうございますね。マッキーさん、負けました。一喜一憂しながらも、一喜一憂ともに現場現実をしっかりと受け止めて、受け入れて、また明日です。お疲れ様です。もう、ほとんど悟りの境地だね。ありがとうございます。タッツグリーンさん、現地でした。途中まで勝てるかなと思ったのですが、やはり1点では勝てませんよね。次は木曜日、ハマスタに行く予定なのですが、明日もどうにか都合をつけていきたい気分です。チケットあるんだったら、ぜひ、行けたらね行ってみてよろしくお願いします。はい、ミトユッキーさん、今日のエスピノーザは4回までは完璧でしたみたいね。5回に相手投手の経緯に、フォアボール出したことを起点に1点、これがもったいなかったです。確かにな、そうですね。まあ打線だね本当にね。ランナー出ても得点圏の場面に弱すぎて空気も重苦しく見えます。確かに一本出たらまた変わるんだろうけどね本当にね。それから綾瀬恵里さんは、今日もまたまた打線が全てを物語っていました。なるほどね。そうかね、松寺さん、全く勝てる気がしません。そして試合が面白くないですね。明日有給取って現地ですが、有給取ったことを後悔しています。チケット代もったいないので行きますが、ただ見物に行ってきます。勝っても負けてももはや無感情です。いやいや、明日行って勝ったら嬉しいよきっと。そう言わずに楽しんできてください。せっかくなんでエンジョイね、よろしくお願いします。そんな感じでですね、もう皆さんも本当に辛い思いを、ぐっとこらえてね、前を向こうとしてくださってるのはよくわかります。ありがとうございます。そんな感じでですね、はい、たくさん全部お読みできませんでしたが、全部目は通させてもらっておりますので、いつもありがとうございます。というわけで夜中の配信になりましたが、みんな朝見てくれてるのかな、負けたから見てくれないのかな。今回も最後までご視聴ありがとうございました。博多のホテルからお送りしました。じゃあまた。お前は今から勉強します。夜中だよ、もう。